もうインターネットの向こうのホームページで募集するんですけど、募集したらもう2日ぐらいで満員になるぐらいの需要はあると思います、向こうには。で、佐賀県ではもう田植えは当たり前っていう感じなんでですね、今からのターゲットは福岡の隣の福岡県民の方に発信しながらの集客も必要になっていくんじゃないのかなっていう考えながら、今農業体験活動とかをやらせてもらってます。そうね、募集っていうのは、いつも募集してるわけじゃなくて、今度は田植え体験募集とかって出すわけです、はい。でそうすると、その田植え体験募集で行くと、だいたい一泊二日とかで、いや、あの日帰りです。あ、日帰りで行きますよ、はい。そうすると田植え体験って一回だけですか、はい、募集してるの。一回だけですね。これを来年とかはあのキャンプの予定もありますし、で田植え体験も2回3回時期を1週間ずらしながらできればいいねということで、あ、はい、まあ、そういうふうな計画を、うん。